はい、もう一回、はい、後半戦ですね。今日の一枚、パンチボール近くのところからお送りしている、シティビューですが、コンドミニアムが多いっていう感じのところで、なんか話が途切れてしまっているか、なんか工事の人なんか置きに来たんですかね。ちょっとよく何をしてるかよく分かんないんですけども、まあ 4G になってからね、 4G ってワイヤレスにしてから、ワイヤレスじゃない、ボライゾンにしてから、ね、いろんな意味で、いろんなところから、配信が出せるようになりまして、ね、これもそこそこいい感じで出てるとは思うんですけども、この間の金曜日のね、ノースで初めて、ボライゾンで、こう配信が起こってしまってね。でも後から A チェックすると綺麗なんですよね。なんで突然落ちたのかが分かんないんですよね、それが。でまた突然落ちて、なんで突然また復活したのかっていうのも、これもちょっと分かんないところで、ね、もうこういうことをやりだして3、4ヶ月経つんですけども、そこそこ謎はまだ解けてないですね。一回お休みしてハワイ島とか行った時に、結構ね、いろいろと学んで、まあ今はね、昔始めた頃に比べればかなり綺麗な、配信ができてるとは思うんですけども、まあ手持ちでやるとね、絵が揺れるですとか、なるべく三脚を使った方がいいですとか、そういうのもありますけども、やっぱりね、ユーストリームっていうメディアの面白さをやっぱり考えた上でいろんなことをやっていきたいなってのも思ってます。配信のね、プロとして頑張ってきて、まあこれもこれでね、少しの商売になればありがたいなぁなんていうのも感じてますね。てな感じでお送りしました。今日も、親父ハワイ百景です。場所ですね、場所。まあもう皆さんもういくらでもお分かりだと思いますが、いくらでも分かって変ですけれども、まあここですね。今日は29枚目の絵です。すごいですね。明日で30枚ですね。もうそろそろ綺麗な絵ばっかりとかっていういいポイントっていうばっかにはちょっとこだわってらんないかなっていうところまで来ちゃってはいるんですが、まあでもここはね、まあ、天気はまあご覧のようにこのでっかい雲さんがうにょうにょと湧いてきて、ね、この上の雲さんはさっきは全然いなかったじゃないですか、ね、ここまあ10分15分やってる間にもうガン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 こうやって湧いてきちゃうという、結構変わりやすい、まあ、島でね風が強いんで、まあそれはしょうがないことかなとは思うんですけども、余談がいっぱいなりましたが、29枚目の絵、ホノルルシティビューです。あとパンチボールから撮ってます。まあね、許可申請とかしてちょっとお金払ったりするとそのパンチボールの方から撮れてもうちょっといいのかもしれませんが、何分一人でゲリラ的にやってるもんであまりそういう話はできませんね。今日も失礼しました。今日も15分間、楽しんでいただけましたでしょうか。親父ハワイ百景です。今日はね、こういう感じの一枚、シティビューですね。ホノルルシティビュー、あとパンチボール29枚目の絵をお知らせというかお伝えしました。いかがでしたでしょうか。親父ハワイ百景ね、時間が当然許す限り、
100になるまでは絶対にやっていきたいので、皆さん、まあね、そういえばアルファ TV だとかの方の本物のホームページもそろそろできるんで、そっちの、にも親父ハワイ100景はいっぱい入ってると思いますんで、ね、アーカイブも今日で29枚、明日になれば30枚溜まってきたんで、ハワイのこういう景色見たいなって時にちょこちょこっとクリックなんかしてもらえるとありがたいと思います。それでは親父ハワイ100景でした。この辺で失礼します。